ステープルトン国際空港のト地ステープルトン国際空港は1929年から1995年までコロラド州デンバーにあった国際空港であるコンチネンタル航空、ユナイテッド航空、トランスワールド航空、ピープルエキスプレス、ウェスタン航空などのハブ空港として運用されてきたが1995年に閉鎖され デンバー国際空港にその座を譲った。現在は再開発が行われている。ステープルトン国際空港は1929年10月17日にデンバー市民空港として開業した。その後1944年に拡張され、ステープルトン飛行場として解消された。ステープルトンの名は1923年から1947年にかけてデンバー市の市長であり、 1928年以降、空港開業に尽力したベンジャミン・カイ・ステープルトンに由来する。1960年代には、新しいターミナルとジェット機の離着陸に対応した滑走路が建設され、フロンティア航空、コンチネンタル航空、およびユナイテッド航空のハブ空港としても利用されるようになった。このため混雑が拡大し、1980年代には、 再び滑走路とターミナルが拡張された。1995年の閉鎖時点では3本の平行滑走路が2組、それぞれ南北と東西に伸びるという配置になり、5つのコンコースがあった。閉鎖直前のステープルトン国際空港、ステープルトン国際空港は以下のようないくつかの問題を抱えており1980年代から代替が検討されてきた。 コロラド州議会は1985年に新空港をアダムス郡内に建設する計画を立て、1988年にアダムス郡内での投票、1989年のデンバー市の投票を経て、新たにデンバー国際空港の建設が決まった。1995年の2月27日の夜に最後の便が飛び立つと、ステープルトン国際空港は閉鎖されたが、 朝までに、デンバー国際空港に移転するために、大規模な引っ越しが行われた。また、ステープルトンの滑走路には間違いを防ぐために、白字で X の文字が対処された。開業していない時点では、デンバー国際空港には DVX、KDVX の仮空港コードが与えられていたが、開業後は、ステープルトンの電、K 電のコードが割り当てられた。現在、 王子の面影を残すのは、関西島と中期施設程度であり、空港の建物はすべて撤去されている。現在は再開発が進み、1000戸以上の住宅が建てられている。将来的には3万人が居住する計画となっている。ありがとうございます。